はい、次は立ったままでのストレッチに挑戦したいと思います。先ほどと同じようにストローを口に挟んでいただきまして、はい、ペットボトルを膝に挟みます。ペットボトルは潰さないように気をつけてください。で、あともう一つ、椅子を目の前にご用意していただいて、お家にある椅子で大丈夫です。もしなければ椅子があることを仮定していただいて、でここからちょっと軽くですね、前屈をしていきます。椅子に向かってゆっくり体を倒していきます。でこの状態ですでにお腹がへこんでいると思うので、ここからさらにへこましながら息を吸っていきます。ちょっとやってみましょう。それでは10秒またお願いします。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、止める。この時どんどん背中が丸くなっていくイメージになります。でさらに吐きます。10秒、1、2、3、お腹がへこんでどんどん背中が丸くなります。6、7、8、9、10、そうです。そこからさらに10秒吸います。1、2、3、そう、背中も丸くなり手も伸びていくイメージになります。7、8、9、10、止めて、ラスト全部吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、そこからゆっくりと体を起こしてきてください。はい、お疲れ様でした。